エリック点点点点点点。声の出し方を教えてくれませんか。こんにちは、トレバー・バウアーではなく、ポケルスです。本日は皆さんにお知らせしなくてはならないことがあります。ここ最近、声がうまく出ないということを動画や SNS で発信していましたが、3週間ほど前から病院に行って、薬をもらって飲んでいました。しかし、声の調子があまり上向きにならず、本日、違う病院で診察を受けたところ、声帯ポリープ、との診断を下されました。この病気、聞いたことがある方も多いと思いますが、その名の通り、声帯に膨らみができてしまい、発声しにくくなるという、主に、歌手や芸人さん、声優さんなど、声を使った仕事の方が、発症されることが多いものです。なんで俺やねん、と思ったけど、どれもそれっぽいことしていましたね。お医者さん曰く、一旦薬を使って治療するけど、それで治らなかったら、手術、だと言われました。クソ怖いやつやんけ。とにかく現状こんな感じなので、しばらく声を出さずに過ごすことになりまして、この動画もバウアーボイスでお送りしています。なので皆さんには大変申し訳ないのですが、しばらくは AI 音声を使った動画をお届けする形になるかと思います。このチャンネルはなんだかんだ声の要素も大きく占めていたので、本当に申し訳なく思っています。また原因なんですが、声帯が傷ついた状態でさらなる負担をかけたということらしく、間違いなく日本シリーズ第3戦、第4戦、第6戦と立て続けに球場で声を張り上げてしまったことだと思います。日本シリーズの関西ダービーということで張り切りすぎましたね。野球ファンのみんな、野球 YouTuber のみんな、気をつけた方がええで。いや本当に野球ファン、特に外野スタンドで応援する野球ファンの方みんなに可能性がある病気だと思ったので、皆さんも来シーズンは気をつけて応援を楽しんでもらえたらなと思っています。なので配信やショート動画のボブセビックシリーズも声を出しての投稿はお休みさせていただこうかなと思っております。ボブセビックシリーズは夏場から毎日投稿してきただけに悔しい思いもありますが、このままだとモノマネにも支障が出るので、喉の復活までしばらくお待ちください。というわけで、もし手術になるとさらに声を出せない期間も伸びそうですが、治らなければ手術も辞さない覚悟です。僕はまだまだ YouTube を通して皆さんを楽しませたいし、大叩いし、替え歌も歌いたいし、疲労感もたいし、何より野球の面白さを皆さんに伝えていきたいです。もし手術になったとしても、喉のトミー・ジョン手術だと思って、野球選手のように復活までどうか応援していただければ嬉しいです。皆さんがいつもくださる温かいコメントや応援で、僕もここまで頑張れてきているので、しばらくご迷惑をかけますが、視聴者の皆様、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それでは、トレバー・バウアー、じゃなくて、ポケルスでした。ほなまたー。